外めは家事もほとんどやらない女だったらしいが、私にお袋の味とうるさい。家に来てはふんまずい煮物や明らかに惣菜屋のものを自分が作ったと言って持ってきて、グダグダうんちく俺、夫に追い返されてる。ある時、夫親戚が集まるというのでしぶしぶ行くと、また息子の好きなものよとか言って出してきた。それで子供は母親の料理の味を一生忘れないだの親戚たちがうんざり顔になるまで言い続けたので、用意してきたカップラーメンを出し、これが夫さんのお袋の味だそうですとテーブルに乗せてやった。夫は、そうそう、これを毎月箱買いすんだよなとノリノリ。親戚たちは、ポカン、事情を知ってると思われる方はプゲラ顔。実は、この時、あまり交流のない義妹がいたんだけど、この人がどう出るかがちょっと怖かった。が、義妹さん、これぞ、まさしくお袋の味、プププと。とめは顔真っ赤にして、そんなことないでしょ。ちゃんと作ってたの忘れたの。というが、義妹さんは、私はあれかな、これよりシーチキンが好きだったかな。兄が缶詰開けられるようになってからは、しょっちゅう頼んで開けてもらってた。マヨネーズと混ぜるとおかず、なくてもご飯食べられるの。あ、これは、おかんの味。この人面白い。と思って、夫義妹私で大爆笑してしまった。とめは、なぜか号泣して、帰って、子供にこんなひどいこと言われるなんて。と言われたので、素直に帰ってきた。実は、家が近いのでサクッと帰れたんだけど、義妹は遠くから来てたので、荷物まとめないと、と言って残ってて、私たちが帰るとき、母がすいませんと謝られた。私が、義妹さんが謝ることじゃと言うと、夫が、そうだそうだと同意したんだけど、てめえが言うなボケ。あの女から嫁も守れん男が、親戚の前であんなことさせたお前はバカとピシャリと。言われてみれば確かにそうだと言ったら、夫へこんでた。後から義妹さんに聞いたんだけど、とめは、親戚に締められつつ、バカにされてたそうだ。私も面倒だから、さっさと帰ってきたからどうなったのかなぁと笑ってた。